こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、メンズファッション、失敗しない色選びの法則というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなと思っています。日頃からですね、コメント欄を読んでると、結構色選びについて困ってる方、多いのかなと思います。まあ確かに、ユニクロに行ってですね、服を選ぼうとしても、 同じデザインなんだけども色違いがいっぱいありすぎてどれを選んでいいかわからないというシチュエーションは結構多いんじゃないのかなと思いますですので今回の動画ではまあなるべくですね分かりやすく皆さんにもですねトライしやすいような形でメンツファッションにおける色選びの法則をですね皆さんに解説をしていきたいなというふうに思っています実際考えてみるとですね色のバリエーションってものすごくたくさんあるわけなんですねそれらの中でどういったものをチョイスすればいいのかってなかなか分かりづらいんですが メンズファッションという枠組みで考えると。 ある程度使いいいやすい色っていうのは決まってるんですねまずですね、その使いやすい色、基本となるような色をですね、皆さんにお伝えしておきたいなと思ってるんですが、まずはブラック、黒ですね。まあこれはですね、まあ僕の動画の中でもよく出てくるジャンルなんですが、例えばこういったナイロン系のジャケットだとか、今僕が履いているこういったブラック系のパンツみたいなものですね、まあこういったものがありますと。で、ブラックのイメージとしては、シャープで洗練して見えるというところがありまして、まあ結構大人の 男性でもブラックが好きという方は多いんじゃないのかなと思いますその一方で最も無難な色ではあるのでまあ、こういったブラックで全身を統一してしまうとちょっと退屈に見えるというところがあるのかなと思っています続いてですね基本の色として挙げられるのが ホワイトですね。まあ、これはですね、まあ、どういった印象かというと、清潔感があってクリーンなイメージですね。ブラックと同じぐらいですね、重要度が高い色合いなんですが、まあ、主に白シャツだとか、白い T シャツだとか、ニットだとか、まあ、そういったもので使われることが多いかなと思います。これも基本的な色合いの一つかなと思うんですね。そして、この二つの色の中間的な位置づけになるのが、 グレーという色味ですね。まあ、例えば今はですね、ショートだけのアウターを持ってきていますが、 グレーというのはちょっと大人っぽい色合いで都会的な雰囲気も漂うようなそんなイメージのカラーかなというふうに思っています僕自身もグレー系は大好きで結構よく着たりするんですが結構失敗するとおじさんっぽく見えがちだったりするのでどのようなグレーを選ぶのかっていうのはすごく重要だったりするんですがまあそのあたりのちょっとニッチな話はまた今度にしたいなと思います都会的で大人っぽく見えるグレーというものも基本的な色としてあるのかなと思っていますそしてラストがですねブルー系ですね 例えばですね、二つ持っていきたいなと思うんですが、 これ結構メンツファッションの基本として皆さんにお勧めしているネイビーですねブルー系の中でも濃いネイビーというものは主にジャケットスーツなんかで使われることが多いのですごくベーシックなカラーとしてあげられるのかなと思いますその一方でもうちょっと明るめのブルーというものもありますね同じブルーなんですけども濃いのか薄いのかでだいぶ印象は変わってくるかなと思うんですがこのネイビー系のイメージというのは清潔感ですねこれが一発で表現しやすいので僕はネイビー ベビーという色をでですすね基軸ととししなががらメンンズファッションは構築した方がいいですよといようお話をですねこれまでに何度かしてきたかなと思っています、まあ、このような形でメンズファッションにおける基本的な色というのはある程度決まっていましてブラックホワイトグレーブルー系ここがあってその上でですね押さえておくといいというですね2色が僕の中ではあると思ってましてそれがですね1つ目こちらですね ベージュというカラーです。これはですね、基本的な4色の次に持っておくといいような色で、ベーシックな範疇から 先にに進むためにはすすごくあるとと便利ななな色合いいのかなと思います僕は春先にはベージュのステンカラーコートをおすすめすることが多いんですがこのような色合いのコートというのはネイビーとかブラックに比べると柔らかさが出るんですねベージュというのはやはり明るめのカラーで少し柔らかい雰囲気になるのでそのあたりも含めて女性からの評判が良かったりだとか 優しいイメージになったりするので結構使えると着こなしの幅が広がってくるのかなと思いますですので基本の4色の次に選ぶものがベージュという形で認識をしてもらえればなと思いますそしてもう1色ですね僕も大好きな色でこれまたですね基本的な4色には入ってこないんですが是非押さえておきたい色というのがこのようなオリーブ系の色ですね 今回はシャツアウターを持ってきましたが、主にこういったアウター系だとか、あとはボトムスですね。カーゴパンツだとか、ベイカーパンツだとか、そういったちょっとこう、ミリタリーだとか、ワークテイストのものには、こういったオリーブ系のものが多かったりするんですが、結構男性も好きな色かなと思います。男臭くて失敗するとやぼったく見えるんだけども、クロート感も漂いやすいという意味では、今回ご紹介する色の中では、最も癖があるんだけども、使えるとおしゃれに 見えるというのがこのように服にはもっと他にもたくさんの色が存在するんですがよく使うものこの辺りを押さえておけば間違いないというカラーというのは。 ある程度限定されるのかなと思うんですね。基本の4色を抑えた上で、その中にベージュだとかオリーブをうまくミックスすれば、それだけで結構見栄えとしては素敵に見せることもできるかなと思います。まあ、例外的に全身ブラックであっても、すごくオシャレに、シャープに見せられる方もいますし、全身淡い色ですね。白だとか、オフホワイトだとか、ライトグレーだとか、曖昧な色だけでまとめてオシャレに見える人もいるんですが、結構これは中級者とか 上級者向けけでああってあまり色色だだの濃い色だとかもしくは淡い色だけでまとめるというのはちょっと難しいというところは頭の片隅に入れておいていただければなと思います続いてお伝えしていきたいのはアイテムと色の関係性なんですねまあファッションアイテムにもいろんなものがあると思うんですが今回は春のアイテムを中心に語っていきたいなと思いますまずはですねアウターとといいいううジャンルを見ていきたいなと思うんですが アウターもある程度ベースとなるようなアイテムって限られてると思うんですね僕の動画の中でよく出てくるもので皆さんにご紹介したいのがまず1つ目はちょっとロング丈のステンカラーコートこのあたりのですね春だとか秋に着れるようなロング丈のアウターですね先ほども出てきましたがこのようなアイテムですでこの ステンカラーコードというアイテムで言うとどんなカラーバリエーションがあるかというとアウターっていうのは実は派手な色ってそんなに多くないんですね赤だとか黄色だとかオレンジのアウターってなくはないけどもそんなにたくさんはないと思うんですねというのもアウターって一番外側に位置するものですし単価も高いのでそんなに強い色だとなかなかですね頻繁に着ることができないので結構ベーシックカラーが多くなってくるわけですねまあその中でこのようなステンカラーコードでよくあるのは ネイビーブラック ダーークグレーそしてこのベージュだと思ってていましてその中で僕は春に買うんだったら断然ベージュがおすすめなんですねというのも春という雰囲気に合った柔らかさだとか人との違いですねステンカラーコートもなんだかんだでよく売れるのはネイビーだとかブラックだとかこのあたりなんですねなのでそういったベーシックな色を着てもそんなに人との差が出なかったりするので春はこういったステンカラーコートベージュを選んであげると鉄板で使いやすいのかなと思います、まあ後ほど具体 具体的にコーディネートの事例も出していきたいなと思うんですがアイテムで見てみるとステンカラーコートはこういったベージュ系がおすすめかなと思います一方でもうちょっと軽めのライトのアウターっていうのもすごく便利なのが春のアウターだと思うんですが、まあ、そんな時に使いやすいのが例えばシャツアウターみたいなものですねこういった、まあ、丈がそんなに長くないようなものですね こちらはですね、ネイビーのシャツアウターで、こちらはグレー系の、まあ、シャツアウターというよりはタンタケ系のアウターですね。まあ、いわゆるこうブルゾーンみたいなものなんですが、こういった着丈の短いものは個人的には濃い色の方がいいと思ってるんですね。これなぜかというと、ステンカラーコートというのはアイテムの形状で言うと、 ロングの竹ですごく綺麗めなアイテムなんですねなので色がベージュのようなちょっと明るいものでもカジュアルに見えすぎないんですね一方で竹の短いアウターに関してはちょっとカジュアルな見え方になるので色は濃い方がまとまりがいいので例えばこのようなネイビー系のものだとかもしくはダークグレー系のものの方が 結構合わせが簡単なのでこういったものを揃えてあげるといいかなと思います結構ですねこのようにアイテムによってこの色を選んだ方がいいですよっていうのは僕の中ではある程度決まっているのでそのあたりは理解しておくとすごくいいんじゃないのかなと思っています一方でちょっとスポーティな着こなしをしたいなという時のアウターとしてよく使われるのがこういった ナイロン系ののシェルジャケットみたいなものですね、まあ、今回はノースペースのコンパクトジャケットを持ってきていますがこのようなものもやっぱりカジュアルに見えるので色は結構ブラックが使い勝手がいいんですね単体で見るとすごく重たい色ではあるんですがシャープに見えてスポーティーなんだけども待ち着としても機能しやすいのは断然ブラックなのでナイロンジャケットみたいなものを買う時はブラックを最優先してもらうとコーディネートがしやすいかなと思います、まあ、他にもアウトドアショップだと赤だと かイエローだとかまあいろんなものもあると思うんですがまあ、なかなかですね山登りの時にはいいんだけども街着としてはちょっと派手なのでブラックがいいんじゃないのかなと思います続いて内側に着るトップスですねこれもバリエーションってある程度限られていまして春に着るモードしたらシャツなのかあとはニットなのか T シャツなのかまあこの辺りのバリエーションになってくるかなと思いますまあ、例えばですねシャツ系を見ていきたいなと思うんですが個人的にはシャツで言うと まあこの2色が使いやすいのかなというのがありましてまずはですねブルー系ですね。 春なので少しこう清涼感があって爽やかに見えるようなブルー系ですね、まあ、こちらはブルーの中でもちょっと濃いめのブルーで、まあ、すごく清潔感があっていいなと思いますあとは柄物になるんですがストライプ柄もブルーベースのものなんかはすごく使いやすいのでこういったものが持っておくと便利な色かなと思います他にもシャツのバリエーションたくさんありますが基本はやっぱりメンズブルーのシャツというところが使いやすいと思いますしあともう一つはこれですね先ほどもお見せしましたが 白のシャツですねこの清潔感はもう見逃せないポイントかなと思うのでブルーか白というところがあれば僕は間違いのない選択肢になってくるのかなというふうに思っています一方でニットにはどのようなカラーバリエーションがあるかというと、まあ、たくさんあるんですけども春で使いやすいところで言うと僕はですね明るい色気がやっぱりですね爽やかに見えるので 使いやすいかなと思います例えばこちらはですねライトグレーのニットですまあ、ホワイトのニットとかでもいいかなと思うんですが 明るい系のこのようなライトグレーからホワイト、オフホワイト系のニットというのが春のニットとしては使い勝手がいいかなと思います。あとはブルー系のニットなんかも華やかで少しですね、主役としても使いやすかったですので、このあたりの2色があれば結構回ってしまうのかなというふうに思っています。続いてボトムスなんですが、これまたカラーバリエーションたくさんあるんですが、まず一番ベースになるようなボトムスの色として、 ご紹介したいのがやっぱりですね、ブラックなんじゃないのかなと思います。これが一番の基本で、ボトムスがブラックだと結構ですね、どのような着こなしにもまとまりがいいんですよね。なので軸足としてはデニムだとかチノパンも良かったりするんですが、大人の男性にはシャープでスタイルがよく見えるブラック、これを基本にしていただきたいなと思います。そしてブラックにも欠点が一つありまして、ブラックのボトムスに対して ブラックのアウターを合わせてしまうと全身ブラックになって重たくなってしまうんですね。なのでノースフェイスを先ほどのこういったナイロンジャケットみたいなものを着るときには僕はブラックのパンツを合わせるのも悪くはないかなと思うんですがその際にあると便利なのがこういったグレー系のパンツですね。このあたりも腰回りがですねゴムになっていて使いやすいようなボトムスなんですがブラックとグレーというのはですねモノトーン系なので両方ともすごくハマりがいいのでこのような形で使っていただける ととすすごく便利ななののがグレー系のパンツかなと思います、まあ、ブラックよりは重たくはないんだけども程よくですね引き締まってなおかつ黒系の上半身のアイテムと合いやすいというところではすごく使いやすいのがグレーかなと思いますそして今年はですね結構白系のパンツというのがトレンドになっていまして爽やかさが漂うようなホワイト系のパンツを履いてもらうと先ほどのようなブラック系のナイロンジャケットもよりですね今っぽい見え方になりますしコントラスト 着いた着こなしが作れるのでホワイト系のパンツは実はめちゃくちゃ使えます先ほどご紹介したアウターだとベージュ系のステンカラーコートにも合いますしグレーやネイビー系の短い丈のアウターにも合いますあとはオリーブとかのアウターとかにもあったりするので 結構このですね、ホワイトパンツというのは、いろんな色に合わせやすいようなボトムスかなと思うので、一本あると便利かなと思います。そして、その他にはこういったデニムっぽいですね、インディゴブルーだとか、そういった色合いもありますし、まあこれはブルーという範疇で考えるといいかなと思うんですが、このあたりも使い勝手はいいですし、あとはちょっとクロート的な見え方にはなるんですが、こういった オリーブ系のパンツですね。このあたりがうまく使えると、おしゃれ中上級者になってくるかなと思います。このような選択肢もあるというところなんですね。まあ、ある程度、アイテムもカラーバリエーションたくさんあるんですが、使い勝手がいいっていう感じになってくると、今お伝えしてきたようなアイテムと色の関連性が見えてくるかなと思います。まあ、これらを理解した上で、コーディネートをいくつか作っていって、皆さんにポイントをですね、この後解説していきたいなと思っています。 はい、ということでここからは実例を踏まえながら皆さんにですね、解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、具体的なコーディネートの前にですね、これまた大事なところなのでお伝えしておきたいんですが、靴ですね、ここもすごく重要で、シューズもですね、いろんなバリエーションがあるんですが、まあ、その中でメンズファッションにおいて持っとくと便利な色というのは3種類あると思っていまして、それがですね、まずこちら。 ホワイト系のレザーーースニーカーですね。白が持つ清潔感だとかパッと明るい雰囲気というのはやっぱりですね欠かせないものなのかなと思っていますなのでベースとして使いやすいようなホワイト系のスニーカーはあっていいんじゃないのかなと思います そしてもう一色グレー系のスニーカーこれもグレーと言ったらですねニューバランスになってくるんですが今トレンド感があって意外とですねこのグレー系のスニーカーっていうのも様々な色合わせがしやすかったりするので意外と重宝するんですよね例えば今履いてるようなブラック系のパンツにも合わせることができるんですねというのもブラックとグレーはモノトーンで収まりがいいのですごく合わせがしやすいですしあとはホワイト系のパンツとグレーのニューバランス ものすごく相性がいいんですね。 これまたホワイトとグレーがモノトーンで合わせがしやすいのと白パンっていうのは結構キザに見えがちなのでそのちょっとこう綺麗すぎる雰囲気をグレーの中間的な色合いでうまく中和するというところですねそういった意味ではグレー系のスニーカーっていうのはすごく便利かなと思います一方でブラック系の靴ですねこのあたりはブラックのレザースニーカーがあったりとかこういったモカシンタイプなんかここ最近はトレンドになっていますがブラック系は着こなしをシャープにまとめることができ のでブラックのパンツにももちろん合わせることができますそうなると結構足長効果があったりするとで,、ねまあ、でちょっと履いてみたいなと思うんですがボトムスと靴が一体化するので足が長く見えるという利点がありますまあ、ホワイトのパンツに対してブラックの靴も合いますし、まあ、結構ブラックの靴もセットアップで合わせたりもできるので、まあ、よりこう革靴的な見え方になるという意味では使い勝手がいいかなと思いますまあ、この3つのカラーが靴はあれば結構回ってしまうかなと思うんですが例えば今回の着こなしですねこれに に対しては僕はホワイト系のレザースニーカーですねまあ、ジャーマントレーナーですけどもこのあたりを合わせたいなと思うんですねこれで一つ着こなしが完成しました春のコーディネートの中でシャツとブラックのパンツというのはもう鉄板で使いやすいようなコーディネートだと思うんですがカラーというとこで考えるとまずはボトムスですね僕は毎日の服を選ぶときに一番最初に何から選ぶのかというとボトムスから決めることが多くてまあ、例えばですねブラックのパンツはこうかなホワイトのパンツに仕 しようかなグレーにしようかなここから迷うんですねで僕の中ではもう一番最初に選びがちなのはブラックのパンツなんですねここさえ選んでおけば上は結構何でも合ってしまうんですねただブラック系のアウターだとちょっと重たくなるのでそこだけ注意は必要ですが、まあ、今回ブラックのパンツを合わせて 上はですね、清潔感があって、春っぽさが漂うようなブルー系のシャツを合わせてみました。ブルーというカラーとブラックという色の合わせ方、これはもう間違いなくハマるので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも試していただきたいなと思います。そしてその内側には白 T を少し覗かせる形にしています。ホワイト系も結構何にでも合いやすいので、こういったブルー系のシャツとも合いますし、ブラックのパンツとも相性がいいので、まあ、つなぎとしては最高のアイテムかなと思います。で、ちょっとマニアックな話になるんですが、襟元か 白 T のどかせて靴の色とリンクをさせてあげると違和感なく白のスニーカーというところがですね視界に入ってくるかなと思うのでまあそういったリンクの効果もあるかなと思いますこの着こなしでもいいんですがスニーカーに関してはグレー系でも全然いいと思いますブラックのパンツというのは結構何にでも合うのでこのようなグレー系のスニーカーを合わせていますね はい、どうでしょうか。まあ、このようにですね、グレー系のスニーカーとブラックのパンツの繋がりもいいので、すごくこれも違和感なくですね、見ていただけるかなと思います。ホワイト系のスニーカーというのは清潔感があって、よりプレーンな見え方になるんですが、グレー系だと良くも悪くもちょっとやぼったさが出てくるんですが、まあ、ただこのニューバランスを持つ世界観として、今のトレンド感に合ってたりもするので、まあ、このような収まりもすごくいいのかなと思います。で、他にはですね、ブラックの靴を合わせるとどんな見え方になるのか、ここも試してみたいなと思うんですが、 はい合わせてみましたがいかがでしょうか多分ですね結構今カメラと僕との間に距離があるので靴とパンツが一体化して足が長くスタイルよく見えると思うんですね そういった点ではすごくいいんですが全体のバランスとしては結構ですね退屈に見えがちというデメリットがあるので僕はですね意外と黒パンと黒いシューズって合わなくはなくてスタイルよく見えるんですけどやらないんですね足を長く見せたいというよりはスタイル的な退屈さというところをちょっとどうにかしたいなと思うのであんまりやらないんですが決して合わないことはないよというところが伝わればなと思います まずこの着こなしで覚えておくべきなのはブルー系とブラックこのあたりが相性がいいですよというところですねでは続いてちょっと違ったコーディネートにトライをしたいと思います続いて2点目のコーデなんですがこれはですね 皆さんも見覚えがありまくるようなコーディネートかなと思います。春先に僕はですね、よくご提案するコーディネートの一つなんですが、まあ先ほどと同じようにブラックのパンツを基軸として考えるんですね。で、このようなシャープで何も考えないでもある程度様になるようなブラックのパンツはすごく使いやすいんですけども上に着るものがブラックだとかダークグレーだとちょっと退屈に見えるので特に春なんかはちょっと明るさを出したいので先ほどのようなブルー系を着たいだとか あとはですねベージュのコートこれまた相性がいいんですね下が濃いんだったら上はちょっと明るめにするというのはすごくカラーコーディネートとしては作りやすいので今度はベージュのコートを着ましたでその内側にはですねブラックだとかネイビーとかのニット合わなくはないんですが内側に濃いものを入れてしまうとパンツとつながってそれまた重たく見えてしまうのでこのようなベージュのコートに意外と相性がいいのは 明るい色合いなんですね例えばホワイトだとか ライトグレーだとか、そのようなちょっと明るい雰囲気のトップスで合わせてもらうとすごく相性がいいので、今回はライトグレーの丸首のニットを合わせました。まあ、このようなすごくベーシックなスタイルというのも使い勝手がいいので、ブラックのパンツにはこのようなベージュにも合うというところ、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。一方で、今このようなスタイルだと結構シンプルな見た目になってきて、もうちょっとアクセントが加えたいなとか、ちょっと退屈に見えるなという場合は、この内側 側を調整してあげるといいんですね今プレーンな形なんですがこれをですねあるアイテムに変えてあげるとまた見え方がちょっと華やかになるので着替えてみたいと思います。 はい、着替えてみました。先ほどはですね、ライトグレーの丸首のニットを着ていましたが、それをですね、今度、ブルー系のストライプシャツに変えてみました。もちろん、ブルーの無地のシャツでもいいんですが、今回は、ちょっと着こなしが退屈だなと感じたときに、あると便利なブルー系のストライプを差し込んでいます。まあ、このようにしてもらうと、また見え方として、ベーシックなところから、ほんのりアクセントが加わったような着こなしになるので、ぜ、ま、ひ、あ、トライしていただきたいなと思うんですが、まあ、今回出てくるように ブラックだとかホワイトグレーそしてブルー追加した2色ですねベージュだとかオリーブこの辺りの色っていうのは。 それぞれですねあんまり深く考えないで合わせても結構どれでも相性が良かったりするんですねだからこそ基本の色として僕は使い勝手がいいかなと思うんですがこのようなベージュ系の色とブルー系も相性がいいのでこのあたりも気にせずどんどん使ってもらうといいのかなと思いますもちろんですね全部が全部合うというわけではなくて先ほどお伝えした通り全身ブラックとか全身淡いベージュとかホワイトだけっていうのは結構 難しいんですがまあ、それぞれの色をうまくミックスしながら使ってあげれば意外とどのようにやっても失敗しないというのがベーシックカラーのすごくいいところかなと思いますこのようにベージュとストライプ系のブルー系のシャツはすごく相性がいいのでぜひこちらも試していただきたいなと思っていますちなみに今ベージュのコート着てますがこれをですねダークグレーの短い丈のアウターに変えるとどんな見栄えになるのかこれもちょっと着替えてみたいと思いますはい着替えてみましたどうでしょうかこのような感じもですねなかなか いいいなと思いますアウター自体はですね、まあ、結構ブラックに近く見えるような。 深めのダークグレーですね。それに対してブラックのパンツ。グレー系とブラック系。このはモノトーンなのですごくハマりがいいのでバランスは取れてると思います。ただ両方とも濃い色なので退屈に見えがちだよなというところで内側にストライプ系のブルーを持ってくることで少し華やかさが出せるかなと思います。あとスニーカーですね。やっぱりこれで黒系合わせてしまうと重たくなってしまうのでホワイト系を合わせることで少し明るさを出しているんですが ただですね、見え方としては、春っぽいかというと、これ。 秋に着た方がよりハマりがいいかなと思うんですね。まあブラックのパンツというのは先ほどからお伝えしている通り明るい色のトップスに結構相性が良くて濃い色だと悪くはないんだけどちょっと退屈に感じてしまうことがあるのでまあそんな時にどのような色を選べばいいのかというとボトムスの色を思い切って変えてあげるということで今回は春らしいホワイトにですねちょっと履き替えてみたいと思います。 はい、気合えてみました。どうでしょうかだいぶ雰囲気変わりましたよね ボトムスの色がブラックだとちょっと全体的に重たくてスタイルとしては悪くはないんだけどもどちらかというと春より秋よりかなっていう時には思い切ってボトムスの色をホワイトに変えてみると結構コントラストがしっかりとつくのでダークグレーとホワイトでこのパンツのおかげでだいぶ春っぽさが出てくるかなと思いますこれだけでもだいぶですね印象が変えられるのでボトムスの色というのもすごく重要かなと思うんですねで靴なんですがホワイトのパンツに一番相性が いいと思っているのは僕はこのようなニューバランスのグレー系のスニーカーかなと思っています色としてもそこまで遠すぎないからパンツと靴がバキッと分断されることもなく結構馴染みがいいのでニューバランスのスニーカーと白パンっていうのをぜひ合わせていただきたいなと思うんですがまあ、このようなスタイルは春っぽくてなかなか整いやすいのかなと思いますじゃあホワイトのパンツにはどのようなアウターが合うのかというところもうちょっと深掘りしたいなと思うんですが 上に着ているものは今ダークグレーなんですけどもこれをですねオリーブ系のアウターに変えてみたいと思います。 はい、着替えてみました。どうでしょうか結構オリーブという色は最初にもお伝えした通り癖があるんですね。ちょっとミニタリーとかワークテイストでやぼったさがあるんだけども、うまくはまるとすごくかっこよく見えるのがこのようなオリーブ系かなと思います。そこで今回はこちらのオリーブのシャツアーターを着て、だけどもボトムスはホワイトで清潔感を出したんですね。白パンはメリットとデメリットで言うと清潔感があって小切れに見えるというメリットがあるんですが、 失敗するとデメリットとしてはちょっと小切れすぎて気恥ずかしかったりだとかなんか気ざったらしく見えるというところがあるので実はですねこういった白パンにはこのようなオリーブみたいな野暮ったい色がかえってよく合うんですねなので僕はこのようなコーディネートをよくやっているんですがオリーブのようなちょっと癖ありの色を使いたい場合はぜひ白パンと合わせてもらうというところをトライしてもらうと少しですね見せ方工夫ができるかなと思いますもちろんこのようなオリーブ系にもあいますしもっと大属く ネイビーのアウターにも合うのでちょっと着替えてみますね。 はい、着替えてみました。これまた鉄板ですね。ネイビーとホワイトというのは、ちょっとこうマリンテイスト、海を感じさせるような配色で、もう鉄板で合いやすいんですね。上半身はこのブルーですね。ブルーの中でも濃すぎないものと、ネイビーという濃いブルーですね。このように同じ色の系統なんだけども、ちょっと色の濃淡を変えるというのもすごくハマりがいいので、ぜ、ま、ひ、あ、試していただきたいんですが、ネイビーとホワイトというベースの着こなしもすごく相性がいいと思います。 もちろんネイビーのアウターに対してブラックのパンツというのも合うんですね。僕は結構好きでよくやるんですが春らしさとか季節感を出したい場合はちょっと重たく感じることもあるのでホワイトパンツでコントラストをつけてあげるとすごくメリハリが効いて人との違いが出しやすいかなと思うのでこのような着こなしもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてのコーディネートなんですが、今度はですね、ちょっとスポーティーな着こなしにしてみたわけなんですが、ブラックのアウターですね。色としては結構濃くて、春らしさというところよりは、 ちょっと秋冬っぽいところでもあるんですが、このようなブラック系のナイロンジャケットを着るときには、まあ、内側にはですね、ブルー系の爽やかな色合いだとか、もしくはホワイトのシャツですね。まあ、もちろんロン T のシューとかでもいいと思うんですが、まあ、そういったものを合わせてもらって、少しでも春らしさを出してあげた方が、僕はバランスがいいかなと思います。まあ、ぜひこの辺りはお好みで合わせていただきたいなと思うんですけど、ボトムスはですね、もちろんブラックでも合うんですが、 ちょっとこれまた上下が繋がってしまって重たい雰囲気になってしまうので今回はダークグレーのですねパンツを合わせました結構ですねグレーとブラックというのは相性がいいのでこういったナイロン系のブラックのジャケットを着るときには最近はグレーを合わせて少しだけ明るさを調整するようにしています簡単な着こなしなのでぜひトライしていただきたいんですがまあそれに対してスニーカーですね もちろんブラック系のスニーカーとかも合いますしグレーのスニーカーも合うんですがやはり春らしさというところを考えると白系の方がよりこう清潔感だとか爽やかさが出しやすいかなということで今回はモノトーンでグレーのパンツと 白のレザースニーカーを合わせました。まあ、このような形にしてもらうと、春らしさっていうところも適度に漂うかなと思うので、カラーバランス整ってるかなと思います。どれもベーシックカラーのみで構成していますので、まあ、うるさい感じもないですし、使い勝手はいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ちなみに今グレーのパンツ空いてますが、これをですね、思い切ってホワイトに変えてあげても、だいぶ見え方変わりますし、より春っぽくなるので、着替えてみたいと思います。 はい、着替えてみました。どうでしょうか結構ですね、ボトムスの色がホワイトになるだけで一気にですね、爽やかな感じというか、春らしさが 出てくるかなと思います結構このスタイルも好きでよくやっているんですけども、まあ、ブラックとホワイトというのもすごく相性が良くて、まあ、コントラスト高めでこれまたですね清潔感が漂いやすいかなと思いますブラックホワイトブルー全部ですね基本的な色で合わせていまして、まあ、足元なんですけども白のパンツに対して白レザースニーカーこれ実は難しそうに見えてすごく相性が良かったりするんですがちょっと中級者向けかなと思うので、まあ、今回はニューバランスのグレーで繋げています もちろんこれブラックにしてもいいのでちょっと履き替えてみますね白パンに対してブラックの靴だとどういった印象になるのか履いてみたいと思いますはい履き替えてみましたどうでしょうか これまたですね、上半身にブラックを置いているので、足元にブラックを置いても関連性があるので、バランスは取れるかなと思うんですが、結構足元のコントラストも強かったりだとか、結構色が分断されてしまうので、スタイルがよく見えるのはグレーの方が結構馴染みがまだいいかなと思うので、そのあたりはお好みかなと思います。個人的にはこのような白パンに対して、モカシンスニーカーっていうのは相性いいと思うので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思うんですが、このあたりは好みですね。まあなかなかこういった着こなしも雰囲気 気がいいかなと思うので、良かったらトライをしていただきたいなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん。めちゃくちゃ尺長かったですよね、まあ。僕の悪い癖なんですけども、実はですね、動画って僕は作る際に台本とか考えてないんですね。もうカメラを回すまで何話そうかあんまり考えないでそのままやってしまうので、気づいたら結構長時間になってしまったわけなんですが、まあ、今回お話しした内容って結構重要度が高いかなと思ってるんですね。まあ、服にもいろんなカラーバリエーションがあって、どう選んでいいのかわからない方も多いと思うんですが、 基本的な色っていうのは決まってるよという話ですね、まあ、4色の基本的なカラーブラックホワイトグレーそしてブルーこの基本色があってそこにベージュとオリーブが加わることでよりクロート的な見せ方ができますよというお話そこから今度はですねアイテムごとに結構この色がいいですよっていうのがある程度狭まって伝えることができるんですね例えばステンカラーコートだったら春ベージュがいいですよだとかシャツだったらホワイトだとかブルー系が清涼感が あっていいですよとか、まあ、このようにアイテムと色というのはセットで考えるとすごく分かりやすいかなと思うんですねその上でこれらの色を使いながらコーディネートをいくつかお見せしたわけなんですけども、まあ、全身が真っ黒になりすぎないようにだとか全身が淡い色になりすぎないようにだとかこのあたりさえ注意をすれば結構ですね揃えているアイテムの色が今回お伝えしたようなベーシックプラスアルファの2色だったらそんなに喧嘩することがないんですねなので失敗が結構防げるかなと思います 例えば今の着こなしだったら僕は一番上にですねデニムのブルー系のカラーのジャケットを着てその内側にはストライプ系のブルー系のシャツを着ていますこういうブルー系の2つの色合いで同じブルー系の色なんだけども濃い色と中間的なブルーで合わせて、まあ、ボトムスはブラックで引き締めるという形にしているんですね、まあ、僕の今の着こなしっていうのはどの季節に見てもあんまり違和感のないように季節感をそんなに出していないわけなんですがもうちょっと春っぽい着こなししたかったら白パンにかけ 変えてあげるだとかそのような形で季節に応じて爽やかさの分量を変えてあげたりすれば結構ですね横展開しやすいかなと思うのでぜひ今回の考え方を使いながら春の色選びというものを楽しんでいただきたいなと思います、まあ、正直どれぐらい皆さんに伝わったのかわからないんでぜひコメント欄に今回の感想を書いていただければなと思っています これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートですね。まあこういったものに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、週に1本のライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしてますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。